元らとつくばムービーご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回 2017R90 の、ご紹介です。左側が、2017年型、こちらが従来型ですね。まあ、当店の試乗車に相当している車両ですね、並べてあります。今回の、主だった変更点ですが、まずフロントフォークのフォークアングルがちょっと変更になりました。並べてみると若干ちょっと分かるレベルなんですが、映像として分かりますかね。新型の方が寝てます。63.2度なんだそうです。で、従来はいくつかあって64.5度です。約1度です。直進性重視になったと思われます。ちょっとこれ乗ってみないと分かりません。あと外観上の違いになります。メーターがこれ砲弾型メーターになりました。ちょっとクラシカルな砲弾メーターに、ここに BMW モトラットロゴが入るようになりました。こちらが液晶 V です。こちらが従来のメーターになります。そしてグリップヒーターですね。装備になっております。スイッチがつきました。従来オプションパーツ扱いです。この時点で、定価ベースで考えますと、従来より大体6、7万円アップ、6、7万アップでついてますんで、非常に、内容面から変えるとちょっと向上したということが言えます。あとホイールの仕上げが、違う。パッと見まず色がこう艶消しっぽいマットな仕上げから、まあ、艶あれから艶消しになったなんですけど、よく見るとホイールの形状もちょっと異なります。中がちょっと見えるこういうタイプのものになりました。従来はこういうタイプのホイールになります。そして、ここの、パラレバーのこのカラーもちょっと変わりました。こちらのグレーからこちらの色に変わりました。そして、今回の、排気系の変更点、ユーロ4という、規制に対応してますので、まずこちらのリフレクターですね。それからあとこの部分が追加になっております。あと吸気系のパーツも一部補給流の配置がちょっと変わっております。そしてあとキャニスターも装備になっております。こちらですね、ちょっと見えますかね、ついてませんよね。ここが違います。ちょっと細かいところですと、レバーアジャスターが4段階から5段階に変わっております。シート関係とか同じですね。マフラーもアクラウビッチも同じですね。こんな感じです。本年度は、R90 はこちらトップグレードの位置に、位置して、後の4グレードは、若干ちょっとそうですね、バリエーションモデルとしてあるわけなんですが、もう既存発売になりました R90 スクランブラー、2016年11月発売、これから、発売される車両ですね。こちら撮影している本日は2017年の2月の26日なんですが、R90 レーサー、R90 ピュア、R90 アーバン GS ですね。あと4車種こう出る。ごめんなさいね、あと3車種ですね、発売される感じのタイミングで発生しております。まず、今年に入ってからの R90 シリーズの第1弾目はこの R90 ということですね。タンクは唯一90がアルミタンクになります。ジュラもそうです。スクランブラー以下他の、バリエーションモデルは鉄タンク、スチールタンクになります。そして車種によってはこの部分が分割コードのフレームであったりとか、そうじゃないのもあるという感じですね。もともと R90 シリーズというのは、まあ、こちらが発売になった当初は日本での導入をどうするか、かなり最後の最後まで、検討された車両で、もともとの、日本に導入する販売台数も非常にこう少なく、希少性が高いモデルと言われてました。で、
最近やはりこうそうですね、ヘリテージモデルがやっぱりこう社会的に支持されたという手前もあって、メーカーの方もそこをかなりこう重視してきたというのが、今年のおそらくモデルバリエーションの一つ特徴だとは言えます。もともと空冷 DOSC ボクサーが、の搭載車は実際も R90 のみになりました。従来は、このエンジンに RT とか、そうですね、GS がこのエンジンだったわけですけど、今水冷ボクサーに移行しました。で、空冷の DOSC と水冷の DOSC は、パッと見は同じような位置関係なんですけど、エンジンの中身がまるっきり違いますので、乗っていただくと全く別のエンジンだということを分かっていただけると思います。一つは例えばクランクシャフトから見ると上方の重量物が水冷のエンジンはありませんが、空冷のエンジンは、あって、それなりのこうフィーリングの違いとか、あとは内部構造ですと、エンジンオイルが水冷エンジンは、エンジンオイルとギアボックス一体の潤滑構造であるところが、こちらの空冷ですと従来通りエンジンオイル、ギアボックス、ファイナルギアと3箇所のオイル交換、自動車のいわゆる構造を凝縮したような感じの、構造ということが言えます。もともとメーカーの方であまりこうそうですね、重くは見てるんですが、台数的にはどうやら制限をかけるような話も出ておりますので、当店ではなるべく早めのご決断をいただくと非常にそうですね、お待ちいただかないで、お乗りいただくことができますので、ぜひご来店の方をお待ちしております。モトラットスクバムービーでした。